とろみのある液を混ぜてとろっとさせて、きれいなすんなりした紙を作っていきます。はい、じゃあちょっとこちらへどうぞ。和紙の原料の楮とさっきのとろろ葵、ね、が溶いてあります。ですからこの中は少しとろとろしてます。うん、触ってみてもいいですよ。はい、こういうふうにとろとろしてるから汲んでもザーッと引けないで、これが水だけだったらこの隙間のついてる巣でつきますから、水だけだったらここに汲んだらザーッと引けちゃいます。それだと厚い紙薄い紙突き分けられない、ね、ここの上にの、ね、残ってゆすりながら平均を取ったり、それからとろみがあるからだん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 ここに積もっていきます。ですので突きながら厚みも見られるわけですね。ですので突く時の除剤としてこのとろみを使ってるんですね。糊の効果じゃないんです。糊の効果は一切ありません。これが水だけだったらもうとっくに下へ落ちちゃうわけですね。これがもう一枚の和紙になってるわけです、はい、ね、これを một lớp à. ね、こんな感じです。でこれで最終的にはギュッと絞って一枚一枚丁寧に剥がして、それを乾燥機に一枚一枚貼り付けて一枚一枚乾かしていく、はい、そんな手順で、やっていきます。何か質問があれば言って。